はい、しです今日はですね、まあ、感情的に行動してしまうと、まあ、損するよっていうのはみんな分かってるんですけどなかなかですねこう感情的に行動しないようにするなんていうのは難しいの分かってるんですよね。でまあむ昔はですねものすごくこう感情的にこう動くタイプだったので。 まあどんな時もですね、カーッとしたりだとかね、もう相手を打ち負かすことしか考えてなかったですね。まあでもそういった考え方をですね、していると、まあ、あんまりいいことって起きないっていうのはですね、まあ、うすうす分かっててもなかなかやめられなかったんですけども、ある時からですね、あんまり感情的に動かなくなったんですね。うん、まあそれをすることによって自分のストレスが大きく減ってきたんですけども、まあ基本的にですね、感情的な行動っていうのは、あんまりいいことはないよということなんですね。まあ特にこう免疫のシステムに影響を与えるわけですよ。 で免疫というのは僕らの中でもすごく大事な部分なんで、その機能がです、ねまあ、落ちたりだとか、影響を受けるというのはあまりよろしくないんですねで。ナチュラルキラー細胞っていうです、ね、その、まあ、リンパ球の一種がいるんですけども、まあ、悪い微生物が入ってきたときに一番最初に戦ってくれる、まあ、キープレーヤーなんですね。で免疫の攻撃をです、ね、悪い微生物とか、病原菌に対してです、ねまあ、攻撃を仕掛けてくれるわけなんですけども、まあ、ナチュラルキラー細胞というのはです、ね、が、ま、ん、あ、にもです、ね、戦いを挑んでくれる、まあ、貴重なやつなんですね。 でいくつかの研究ではですねナチュラルキュラー細胞がですね活性が低くなると、まあ、がんのです、ねまあ、進行も早くなるってことは分かってるんですねだからもう体全体にそれがですね広がってナチュラルキュラー細胞がですね活性が弱くなることは避けたわけです で実際ですね、ナチュラルキラー細胞っていうのは、その感情にものすごく影響を与えるよってことはですね、研究でものすごく出てるんですね。まあ、気分が落ち込んだときってのはですね、ナチュラルキラー細胞の活性がすごく下がる。ストレスを受けているときもすごく下がってしまうんですね。逆に気分がいいとか幸せだなと思った時ときはですね、ナチュラルキラー細胞の活性はぐんと上がるってことは分かってます。実際ですね、自分の感情にダイレクトにリンクしているのかというと、そうでもないよっていう研究はあるんですね。これはカルフォルニア大学で行われた研究なんですけれども、えー、映画のシーンですね、映画のシーン。 で、えー、女優さんにですね、まあ、気分が高揚するような演技をしてもらったそれからですね、まあ、逆に対してはこう悲観的なですね あの演技をしてもらったらどうなったかって見たんですけどもたとえ演技であったともしてもですね、まあ、明るく振る舞うことによってナチュラルキラー細胞のです、ね、反応性が良くなったよってことなんですね逆に暗い演技をしているとです、ね、その瞬間はナチュラルキラー細胞の活性が下がっているってことなんですねだから実際に幸せだとか感じてるとか感じてないかじゃなくてですね自分の態度によってそのナチュラルキラー細胞の活性っていうのは変わるってわけなんですね でこの辺りはですね、もう感情にダイレクトに影響を与えるっていうことと、それとですね、感情以外にですね、自分の行動がですね、影響を与えるってことなんですけども、まあ、例えば映画を見たりだとかね、コメディの映画を見たりすると、ナチュラルキラー細胞が活性化するよっていうのは、大阪大学の方のね、研究で結構有名なものとしてあるんですね。 ですので、まあ実際にですね、そのコメディとか面白いものを見ることによって笑うことができればですね、それは一番いいわけです。ただですね、原石に例えばものすごく落ち込んでいるとかですね、ものすごくムカついたとか、ひどいこと言われて腹が立ったなんていうときはですね、まあそんな気分をですね、自分で高揚させるっていうのは難しいわけですね。まあお笑い番組を見てですね、まあ気分が良くなるってことが、 まあ本当にあればですね、まあ、それをやればいいんですけどそんな気分の時にお笑いなんか見る、まあ、そんな余裕がないかもしれないですね普段からねお笑い番組大好きなお笑い番組とかねそういうのを見つけて、まあ、YouTube とかですねこの、まあ、例えばサンドイッチマン見ると楽しいよとかねそういったことをこう見つけておいて自分のツボをついておくっていうのは大事なんですけども、まあ、実際ですねそのムカついた時に実際に役に立つかどうかっていうとそれは疑問なんですね。 まあ、ストレスっていうのはです、ね、基本的にはこう相手の言葉とか相手の態度とかです、ね、に反応してしまって交感神経が興奮してしまうことによって起こるストレス反応ですね、まあ、こういった行動っていうのはです、ね、続けると当然慢性のストレスにつながっていくわけですその時にです、ね、相手の言った行動とか相手の言ったその言葉によってです、ねまあ、極力です、ね、自分の行動に影響を与えられてはいけないんですね 簡単に言うと意識的にですね行動してはいけない無意識でですね意思の力というのを使わずにですねその相手に対して反応した方がいいということなんです、まあ。どういうことかちょっとわかりにくいですよね。相手の言葉とかですね相手の態度に反応して自分の行動をその場で決めることがいけないんですね、えー、実際に何をしておかなきゃいけないかあらかじめですね自分の感情が揺さぶられるようなそういったような行動とか言葉っていうのはですね自分で認識しておく必要があるんです。 そしてそのような言葉とかですね態度を言われた時に自分がどのような反応をするのかというのをあらかじめ決めておくことが大事なんですね。そのためにはまず大事なのは思考する時間というのを必ず持たなければいけないということです。身の回りにですね自分の感情を害する人、よく害する人がいるのであればまあその人がこういう態度とかこういう言葉を使ってきたらですね自分はこういうことをするこういう態度を取ろうということを決めておくことが大事なんですね。そこにですねその行動をするときにですね感情を挟まないということが大事です。 えー、謝らなければならないようなことを強要されるのであればですね、まあ、感情を介さずに謝ればいいんです何かをすることを強要されるのであればですね感情を入れずに行動すればいいんですね、えー、する行為はですね自分のこう,こういった感情が起こってきたなということを認識することですそしてその認識した感情が起こっていたらですね次の行動を取ると決めておくってことが大事なんですね 自分はムカついてると思ってるんだなとかね自分は怒りを覚えてるんだなとかまあその感情を認識してですねまあ決められた行動をですね意思の力を使わずに行動するってことが大事ですねそうすることによってですねまあ他人人にに振りり回されない人生にない生ますこういったことをですね認識するようになってこれは結構ね特殊なことなのかなと思うかもしれないんですけどもまあトレーニングなんですねやってみると分かるんですが 相手の言ってる行動とか相手のですねことに対してそのむかつくとかね腹の立つそういった感情がですね本当に湧いてこなくなるんですね淡々とあこういった腹の立つことをま言ってきてるんだなとね相手は自分をマウントしに来てるんだなとかね相手は承認欲求を求めて僕にこういうこと言ってるんだなということを認識してですねそのまま淡々と使う言葉を使う態度を出すということだけなんですよ。 そういったことをですねやっていくにつれて感情的に怒りが覚えるとかねそれから自分の行動が損をするってことがなくなるわけですね。このあたりって人生の生き方の問題とかねストレスの対処の仕方の問題だと思うんですけども僕自身はこういったことをすることによってですね他人に対する行動とか感情がすごく変わったのでこれは一種のストレスのですねマネジメントの一つなんですね。 でですので皆さんもですね、まあ、いろんな方法があると思いますけれども、まあ、今言った、ね、行動にもしピンとくるようなことがあったらですねぜひやってみてください、まあ、今日の話で、ね、役に立ったよって方はね、高評価のボタンをお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いします